オリジナルプログラム3位、アメリカのポール・ワイリーです。正確なスケーティング、ワイリー。3回転半も決まりました。
見事、アメリカのポール・ワイリー、スタンディングオベーションです。ジャンプをほとんどノーミスで決めましたポール・ワイリーです。160センチ54キロという大変小柄な体ですが、正確なスケーティングが非常に目立ちました。大変綺麗なスケーティングを見せましたワイリーです。これはトリプルアクセルからのコンビネーションです。トリプルアクセルが決まりました。カルガリーにも出ましたポール・ワイリーですが、この時は10位。現在27歳になりましたが、本当に正確なスケーティングです。ポール・ワイリー、世界選手権は去年のミュンヘン11位です。現在のところペトレンコがトップ。足踏みをしますので、この放送席が揺れてきます。アーティスティックインプレッションはいい点数です。 5.9 が4人です。この時点でワイリー、ペトレンコに続いて2位に上がりました。